はい、横山光昭さんの本で、結構ヒットしてますね。初めての人のための3000円投資生活っていう、本ですね。本っていうかなんか、こう、新書ぐらいの大きさかな。すごいハンディで、こう、どこでも持っていける感じで、読みやすいですしね。ここは結構いいんじゃないかなと思いますね。読みやすくて。で、タイトルをちょっと、3000円投資生活って真に受けちゃうとね、なんか3000円で投資なんて言って少なすぎやしないっていう疑問も湧くんですが、内容としたら、まずは取っかかりとして3000円の投資。しかもバランスタイプの、投資信託を買ってという感じですね。すごく、リスクをものすごく低く抑えた感じで。まあ僕からしたら、なんか安全、超安全志向な投資って感じですけども。まあ、投資経験のない人は、こういうのがいいかな、とは、も思いますね。3000円でコツコツと。もう、ほぼ、バランスの投資信託なんで、もうほぼほったらかしですね。多分、毎月3000円自動引き落としみたいな感じで、勝手に、溜まっていくみたいな。うん。そうですね。全く考えなくていいっていうとこは。まあでも、初心者の方にはね、本当の初心者の方には、証券会社に口座を持つっていうとこからちょっとなんか敷居が高そうな感じしますけれども、全然そういうことないと思いますね。まあ、銀行の口座作るような感覚で作ってもらって、ちょっと税金面ではやや複雑なとこもありますけど、これは慣れですよね。慣れていくしかないと思います。この本の中で一押しなのは世界経済インデックスファンドっていう三井住友トラストアセットの、投資信託と、あと eMaxis のバランス8資産均等型。まあ、僕も eMaxis はすごいコストを抑えてあるんで大好きなシリーズなんですけど、自分としては、個別株が大好きなんで、そちらを優先してます。まずは、3000円の積み立てと、現金の定期預金とか、そういう感じで、定期預金の方が、ポートフォリオ的には大きいようなのを推奨してますね。例えば、毎月1万円の、積み立て預金と、3000円のインデックスファンド。で、まあ、長期っていうか、中期的な8年とか10年とか、中とやや長期な、投資期間で、皆さん成功しているということが載ってますね。まあ、本当にスタートが3000円の投資なんだけど、余裕ができたら増額したりとか、節約癖が定着したら増額とか、本当にまずはお金を貯めるってことに、の資金を癖つけ、自己しつけですかね。自分自身をしつけていくっていう、やり方の取っかかりとして月3000円の積み立て投資と。
前半の方で推奨しております。で、まあ当然、次のステージと、ステップアップは、あるんですけども、まあお金貯めるって言っても最終的には何に使うのっていう、そういうのもあるんで、本当に人それぞれですよね。あと、割と確定拠出年金とか、こういう、年金系の、節税の、枠も国民全員にありますよっていうのを紹介してますよね。本当に年金イデコですとか、こういったもので節税ができれば本当に有利だと思いますよね。節税、まずイデコってイデコの掛け金はすべて収入から控除されるので、その分、今の収入を圧縮、課税対象になる金額を圧縮できて、しかも、受け取るときにも、ある一定の条件では非課税になると。その後、最後の方ではね、やっぱりやってはいけない投資とかね、ここ最後の方に192ページなんか、退職した夫が株を買いたいと言い出したら要注意だとか、そうですね、投資経験が浅いのに、お金、まとまったお金を持ってしまったと、でつい、個別銘柄を買いたくなったりとか、そういう時は注意してほしいとか、あと FX なんかは勝率が極めて少ない、そう、僕もそう思いますね。 FX はダメだなって思いますね。もう経験上、あと投資信託も僕はあんまり増えるって感じがないですね。経験としてやっぱ個別株で本当にちょっとこの本の内容とは、ちょっと真逆になってしまうんですけど、自分的には、優待の中配当、3% ぐらいの配当で、優待のある株を長期保有したときに、なんか、下手くそな自分でも儲かるなっていう経験は結構ありますね。まあ、節約のツールとしてこの3000投資生活っていうのは、とっかかりとしてはいいんじゃないでしょうかね。はい、今日は、横山光明さんの本、3000円投資生活を紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。